皆さんこんにちは。こんにちは。後ろに見えるのがコーティーです。何この中途半端な。いいじゃんいいじゃん結構できてきてるね。え、これってさ、前紹介したやつが上にミューって伸びてるんだっけ。今とりあえずはそれと 中をちょっと見てほしいな、うん、ちょっとねこういう天井を作ってみたよ。こっちはまだだけどすごい広いね。それとほらここ穴開けちゃった。あ、ここは通りやすいよね。柱もあっていい感じ。うん、ほらこっち側も一緒ね。ちょっとこっち側を見て、ドアの方、こっちがこの辺から。松明だとやっぱかっこ悪いという。そうね、確かに豪邸なのにもったいないこういうのってさ、だから光る石、ジャックオランタンとか、なんだっけ、シーランタン。あ、シーランタンは海底神殿にしかないから。シーランタンゲットしたいね、うん、グローストーン。グローストーンも結構綺麗だよね、うん、グローストーンとかもね、取りに行けばいいじゃん。そしたらもっといい雰囲気になるじゃないの。うん、で、今空中に浮いてるのが3階の窓。白樺のところが、階数になってるのかな。1階と2階と3階ってことこれ。そう、原木が階数の、今10分の2ぐらい出来上がったかなまだまだやるんだOK、わかりました。うさちゃんハウス、じゃあバニラか。バニラの家もちょっとちょっと変えたんだよね。バニラ、待って、どこが変わったかクイズで、ここは謎の物体です今いろいろ勉強してるんだよね。カイロの勉強、勉強それではご案内。クイズ、どこが変わったでしょうなんか木が生えてる。ピンポンあと少し。えらいモサモサなってるな、ここ草がいっぱい生えてる。そう、その通り。でもあれだね、バニラは過ごしやすいかもね、こういうところは。バニラめっちゃ飛び跳ねてる。どこどこどこ。こっちにいるよ。あ、いた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 。あ、露天風呂が気に入ったみたいわ、それにしてもうるさいね。あ、あ、木の上に登って降りて死んだまたしかも名札つけてた。ティラリー、決定的瞬間が見れた。ティラリララさあ、バニラは第何代目まで行くんでしょうかねぐすん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 すごいぐすんぐすんちょっとバニラはさ、また今度捕獲しに行きましょう。カナさんねえ、バニラの出てきた敵瞬間が見たかったというのかえい、痛い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 、ひどいぞ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 、ごめんなさいごめんなさい。いやー、なんか途方に暮れてる。グスングスン。はい、今日はね、バニラをね、バニラ三世を捕まえに行くんじゃなくて、天空トラップタワーの作った時に、石の材料を今調達中って言ってたじゃん、パパ言ったのね。あー、うん、言ってたね、うん、で、うん、コメントでね、製造機作っちゃえばって書いててくれたの。なるほど。パパってさ、その存在全然知らなくて、そういう便利なものがあるんですね。ありがとうございます。 ありがとうございます、教えていただいて。テックトラップタワーにその石の製造機を作っちゃいましょう。はいはい、じゃあ早速作りに行きましょう。参考にさせていただいた動画ね、焼き石製造機だっけ、うん、の動画は、説明欄に貼らせていただきますので、まあ、ご興味のある方は、一度見られてみてはいかがでしょうか。トラップタワーってディスペンサーがすごく必要だから、うん、パパは地上で蜘蛛の糸をね、あのスポナーのとこを解放して、糸を、はい、蜘蛛の糸をゲットしてきますんで。毒蜘蛛だから気をつけてね、うん、バニラ、絶対君の死は無駄にしない。このウサギの皮を手に天空トラップタワーへ登るのだ。あ、スポナー到着。じゃあ早速戦いますよ、パパの方は。頑張れファイト、おー、よし、準備完了、来い雲野郎。いけー。え、パパまだ封印してんのか。ないよね。で、全部松明取っ払えばいいんじゃない。うん、取っ払ったよ。パン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 パーンって
なかなか確か16ブロック以内にいないと。いるいる。怖い怖い、ここ落ちたら死んじゃうよ、水ないから。そうだよ。10。おー完璧。あ、カンナさんがいないから湧かないのか。なるほど。カンナちゃんがいるときじゃんじゃん湧いてたよ。うん、やっぱ石かっこいい。いいね。いやほんと丸、その製造機があるとはね、便利だよね。わざわざ取りに行かなくていいんだからさ。かなちゃん石集めしてたよ、スライムチャンクのところで。ねえ、パパも石集めしてた。このスポナーは湧きません、パパじゃ。かんなさんじゃないと、ホストじゃないと湧かないみたいだね。スライムも湧いてないみたい、ホストじゃないか。じゃあ、蜘蛛の糸がゲットできないから、パパもお手伝いに行きます。そっちの方が早いね。うぐ、一人で作ってみたかった。オッケー、じゃあ一人で作りましょう。じゃあやったー。はい、じゃあパパは夜の間、蜘蛛を倒しまくろうかな。で、どの位置にピストン置けばいいんだ。そんな感じ。2、3。うん、足場をね、追加すればいいから。確か、この前を1個開ける。はい、ちょっとパパも上がろうかな。間違ってる。で、こうやって、なるほど、よし。で、よいしょ、ガラスの置き方はこんな感じでいいかな。いい勉強になるよね、これ。うん。できた。囲むところはいいかな。頑張って、頑張って。おお、チビゾンビがたくさん。やばい、死ぬんじゃないこれ、パパ。またすんごい囲まれてんだけど。ほんとだ。やばいやばいやばい。こいつら、おりゃスケルトンがいないだけ。おお、助かった。できた？あと1回だけ。やっべ、おりゃおりゃ、いった。お前、あ、クモクモ。やったね、糸今ゲットしたよ。うん、次はピストンの前のブロックを1個ね、掘り下げるらしい。はい、頑張ってください。クモカモン。頑張って、カンナ。よし、掘り下げたら次は多分マグマだと思うけど、やっぱりマグマだ。クモミッケ。お前ら仲間の肉を武器にして楽しいか。
あー、わかった、ゾンビだ。そうそう、腐った肉を、あ、石ができてる。ほいっと、さあ、カンナさん作ることができるでしょうか。あれ、妖怪バケツが一個足りない。え、下に行って取りに行かなくちゃ。え、弓がいっぱい持ってる。そう、モンスターがほら落とす弓があるじゃん。もうそろそろ壊れそうな弓とかよく落とすでしょ。あー、あれとあれを合わせるとどんどん耐久力が増えていくんだよ。あー、確かに。うん、だからで、それで作ったの。 作ったの。パパ下手な。ジャバーシュワー。ちなみにここのわー、この石製造機に必要な道具は、道具や材料は事前に揃えておきました。はい、コンパレーターとかも必要なんだよね。うん、もうあのほらネザーに行ったからさ、コンパレーターも使えるんだよね、パパたち。うん、いや嬉しいね。なるほど、溶岩と向き合うところか。意味が分かってきた。あ、ほんと？できた。あれ、あ、違う、ティースペンサー、ティースペンサー、ティースペンサー。何？ディスペンサーの叫びで。お、ディスペンサー24個できた、やったね。でもさ、その焼き石製造機ができればさ、もう石に困ることないんでしょ。うん、すごくいいよ。で、石のほらハーフブロック、使い放題。うん、丸石のハーフブロックじゃなくてね、石のハーフブロックとか石、そしてこの石レンガとかも作れるんでしょ。あ、困ることがないぜ、ベイベー。次はリピーターを設置するみたい。左右対称とかも分かるよね、意味。あ、うん、左右同じようにって。うん、そうそう。で、ここにリピーターを置いて遅延1。はいはい。確か全部3で、1個だけ2か。ここに採掘場作ればいいのか。あー、なるほど。で、それからあと、ハートにめがけてパンを投げる。よし、これで OK かな。やべやべやべ、夜だ。ちょっと試運転。これを掘れば。おお、すごいすごい、なってるなってる、できてるじゃん。あ、できたじゃん、かんちゃん。やったー、これで石に困ることねえべ。やったやったー、完成。超安全な足場を。これ地上にも作ろうよ、かんちゃん。うん、ねえ、嬉しい。最近さ、ほら石のハーフブロックにハマってたからさ、あはは、石が欲しくて欲しくてさ、ずっと採掘しよったしよったけんって、すごくね、嬉しいんだよね。こっちに来て。あれ、どうやって来るんだ。何すんだよパパ閉じ込めてどうすんだよダメ、あのね、綺麗なガラスのトンネルが出来上がるまでここに閉じ込めておく。あさあ、ガラスをよこせはい、
ご苦労さん。もうできた。ほんの少しなんだよ、あと。よし、できた。はい。ちょっと待ってね。石、いいね。いいですか？じゃあ、はい、じゃあかなさんが作った丸石製造機はこれだ。じゃーん。おー、すげー。これでもう石には困らないと。そういうことです。自分で考えたりとかはこれは無理だよね。うん、なんかすごく複雑な、なんていうのかな、回路でね、なんか作ってる。屋根もつけてみようかなって。いいですね。カンナ焼き石製造機第1号機。どれぐらいの実力があるか。3分間計測してみます。レディーゴー。うわ、早い、出てくるの。それはエンチャントは効率強化。4か5。4か5。ちょっと見てみましょう。やっぱ3つ4つまでが限界かも。まあでもいいんじゃないこれ。砕いたブロックを下から流す水流と、上に飛び散ったものを上から流し落とす水流、2つを、敷いております。石があるじゃん。石の下の水流はなんか機能してるか分からん。なんか奥に飛び散った石がこっちに流れてきてない。あ、流れていかないんだ。ちょっと。1、終了。かなさん、結果発表お願いします。それでは F1 を押します。せーの。はい。何スタック？1、2、3、4、5スタックと58個。結構だいたい6スタック。じゃあ1分に2スタック？ 1 分に2スタックもくれるんだ。すごい。あ、5でした。あ、効率強化5のエンチャントをつけてますね。はい、かなさん、はい、今日はご苦労様でした。ありがとうございました。いやいや嬉しいね、本当に。これはうん、もう石に困ることはありません。で、これも地上に作りましょう。はい、またいろいろとね、いろんなシステムを作っていきましょう。システム、はい、石に困らないから2層目3層目を、ね、近いうち作っていきましょう。まだって2層目作ったんじゃない？あ、そうだ、2層目はパパが作ったんだ。で、3層目4層目5層目6層目7層目8層目9層目10層目はね、やーを作っていきましょう、近いうち。はい、はい、で、その都度ご報告できればと思っております。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ、また見てね。また見てね。というか、超楽しかったこれ。超嬉しい。